よし、ウェブサイトでお買い物。まずはサイトに入って、パスワードなんだっけ。あれ、あれあれ、全然解除できない。確かこれだったはずだけど、いつもこのパターン、全然解除できない。なんとかならないの？そのお悩みに、このウイルスバスタートータルセキュリティスタンダードプレミアムがおすすめです。え、ウイルスバスター？ウイルスバスターってウイルスや不正アプリ対策、ネット詐欺対策のソフトだから関係ないでしょ。実はこの度新発売したウイルスバスタートータルセキュリティスタンダードプレミアムでは、今までウイルスバスタークラウドで提供していた機能のウイルス不正アプリ対策やネット詐欺対策に加えて、さまざまな機能がご利用いただけます。また ID やパスワードを一括管理する機能もあるんですよ。この機能で管理するサイトの ID パスワードは一つ一つ覚えなくても OK。 覚えるのはたった一つ。パスワード管理アプリを起動させるときに使うマスターパスワードだけです。マスターパスワードは指紋認証とか顔認証にも対応しているので、さらに便利です。へえ、本当ですね。これだったらパスワードを覚えておいたり、メモを取って置いておいたりしなくていいですね。はい、その通りです。もしパスワードを書いたメモをなくしたり覗き見されたら危険かといって、全て別々のパスワードで覚えておくのは大変ですからね。そうなんですよね。正直パスワード使い回ししちゃってます。それ危ないですよ。一つの ID パスワードが悪い人に流出したら、あらゆるサービスに不正ログインされたり乗っ取られてしまうかもしれません。行政や企業による個人情報漏洩事故なんてニュースもよく聞きますよね。もし闇取引のサイトダークウェブに自分の ID やパスワードなどの個人情報が流出してしまうと、アカウントが乗っ取られたり金銭被害に遭ってしまうこともあります。ダークウェブとは、通常の検索では引っかからない匿名性の高いサイトです。違法取引が行われており、サイバー攻撃に必要な情報やツールが売買されていることも。うわ、怖い。僕も少額で気づいてないだけで、クレジットカードの不正利用による金銭的被害に遭っていたりして、そういう事件に巻き込まれてしまった場合どうすればいいんですか？ウイルスバスタートータルセキュリティスタンダードプレミアムでは、ダークウェブに個人情報が漏洩していないかモニタリングして、漏洩が確認できたら警告をして対処方法も通知します。どう対処すればいいか不安になるかと思いますが、弊社のセキュリティアドバイザーがサポートいたしますよ。この機能によって私の個人情報が流出していないかモニタリングしてくれるんですね。流出時も一人だと焦ってしまうけれど、セキュリティアドバイザーさんがサポートしてくれるなら落ち着いて解決できそう。ウイルスバスタートータルセキュリティスタンダードプレミアムは、その他もおすすめ機能がたくさんあります。詳しくは上信ウェブ製品ページからご確認ください。
皆様も安心安全にインターネットを利用して快適なデジタルライフを。